おはようございます。ピンクラテピー始まるよ。今日の企画はエコちゃんの1日密着です。いきなり撮ります。おはようございます。今朝の9時です。ワールドにエコちゃんが来ました。入ります。嬉しいです。はい、いつも撮影している10階に到着しました。10階のオンラインストアの撮影、撮影器具がたくさん並んでますね。静かですね。まだ朝早いので誰もいないぐらいの感じです。今日のエコシのスタイリングはこんな感じです。カバンにおももがいますね。はい、おももとブラウンがいます。ブラウンがいるじゃないですか。ですね、カカオフレンズと LINE の有名な共演ですね。エコちゃんがメイクに入ります。はい、メイクさんにメイクしていただきます。はい、最初の挨拶と次のカメラに出た時の顔は多分違います。メイクさんがねプロだから、はい、エコちゃんをより可愛くしてくれますよ。ハードルを上げるプレッシャー与えられてる。朝何時に起きたの？7時です。夏休みだけど早いちゃんと。昨日何時に寝た？昨日は全然寝れなくて怖い話になっちゃって、見さしまいっちゃってすごい寝れなくなっちゃってベッドで寝てたんですけど、うん、1時間くらい苦戦しても全然寝れなくて、あらら、一回ママの方で寝たんですよ。それで心は寝てるつもりなんですけど、心脳内的には起きてるんですよ。全然普通に起きてて、目がパッチリ開きながら心は寝てる。心だけ寝てたの昨日で結構寝たからもうあと1時間くらいで7時かなと思ってたら、ママ起こして何時って聞いたら20って夜中じゃん。どんどん妹が寝てきて、すまんか、ちょっと寝不足だね今日じゃん。昨日結構ホラー系を見ちゃったっていうか、結構昨日ホラーに振ってたかなって思った。夏だからね、まあ暑いくせにマフかぶっちゃうから、なぜ毛布をかぶるかって言ったらですね、3年生の時に寝てたんですよ。ちょっと反応だったんですけど、耳の上をこう虫が通って、やだー、ブーンっていう音がすごい嫌になっちゃって、そっからもう髪でこうガードして毛布を押さえてもう寝るっていう、これでもう耳を塞ぐんですよ。でも聞こえないように。そう、それをもう主流にしちゃって枕のある方こうやってなんなきゃ寝れないんですよ。目が開いてる状態がすごい気持ち悪くて、暑いなって思いながら毛布手放せない。すごい嫌だね。し蚊とかいると気になる。メイクが終わりました。終わりました。イエーイ、変わりました。あ、リップかわいい。今日ピンク秋物の長袖もあるからちょっと暑いけど頑張りましょう。冷房はね、ここはクーラーが効いてるから、何を巻いてもらってますね。さすがの手さばきですね。この前エコちゃんのエコの髪の巻き方講座ってやつやったんですよ。どんくらいかかったの？30分ぐらいかかったよね。もっとかかったっけ？いや30分ぐらいだったと思うけどな。ゆなちゃんの髪がすごいね。そうそう、丁寧にね。ゆなちゃんの髪長いんで、ゆなちゃんも大変さ巻くね。しかも癖がつきにくくって、そっか、すごい手さばきがさすがプロ。プロは違いますわ。小中学生小手でなく使える子があれなんで、エコ先生でやったんだけど、やっぱ先生の先生がいたね。これは綺麗に巻けました。どうぞ。エコの今日の顔はこれ出てきてます。リップはディオールのリップとピンクのチーク3のですね。ヘアオイル見つめてる。今日の気分は星5つ中何個ぐらいですか？3です。普通？あんま良くない。あんま良くない。そっか、寝れなかったもんね。怖い話は皆さん寝る前には見ちゃいけません。TikTok なんかめっちゃ見ちゃいます。何出てくるか。確かに TikTok っていきなり出てきたんですよ。いきなり出てくるよね。昼だったから良かったんですけど、怖いっていうか虫だったんですけど、すごいでっかいタランチュラみたいなのを捕まえようとしてる男の人の動画があって、タランチュラが画面にこうか、カメラの方に飛んでくるやつ。怖い。いい感じ。今流行ってますよね、カラーピンいっぱい使うの。完成しました。今からお着替えですか？はい、着替えます。
ですかその動きは。ナマステ。ナマステ。エコちゃんの撮影が始まります。ワンピースのバリから行きます。日差したぐらい、うん、靴の着用全身行きます。うん、オッケー。次の服に着替えます。かわいい。もうちょっと顔見える。オッケー。お昼ご飯を食べます。はい、いただきます。いただきます。今日のお昼ご飯は何ですか。クワーナさんのポテトを食べに来ました。ポテトがメイン、はい、ハンバーガーのお店です。イエーイ。エコはチーズバーガーを頼みました。美味しそう。キンジャーエールの食レポお願いします。ニンニク。ニンニク。あ、生姜。生姜の味は強くなくて炭酸で割ってるいい感じです。ハンバーガーいただきます。トマトから食べます。え、中身から食べるの。エコスタイル。新しいですね、食べ方。美味しいです。美味しいですか。よかったよかった。エコはクワイナさんのポテトが細くてカリカリしてて美味しいので好きです。なんでそんないきなり棒読みになるの。ザクザクして香ばしいですね。ケチャップとマッチしてます。サンドしていきます。写真を撮ってきたり。あ、写真ね。トマトはいないんですけど、ありがてまつです。どんな紹介。ノーマルカメラでフラッシュを変えて撮るといいと思います。へえ。ケースが緑、いろんなのでちょっと緑になります。おお、おしゃれおしゃれ。ケース外します。外すとこんな感じになります。お、おしゃれじゃん。映えてる映えてる。光が集中して映えます。食べていきます。はい。肉汁がふわっとなって、チーズもふわっとなって美味しい。これもふわっとなって美味しいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。完食しました。ポテトがすごく美味しかったです。よかった。それは私のやつも食べました。イエーイ。はい、それではお仕事に戻りたいと思います。はい、ヘアメイクチェンジしました。ファームチンテールです。リップとチークを色を変えました。マックのチークです。さっき3のチークだったんですけど、マックになりました。さっきはこのディオールのリップの色違いだったんですけど、こう色からこの色に赤っぽくなったのかな。薄くなりました。本当だね。はい、では撮影続けていきます。テンション低くない。大丈夫。頑張ります。お願いします。ではトップスの詳細からいきます。お願いします。オッケー、横。オッケー。2個目に着替えます。いってらっしゃい。はい、次々着替えていきます。あ、かわいいですね。かわいい。お疲れ様でした。今日はいろんなウェブのお洋服がたくさん着れて楽しかったし、メイクで可愛くしてもらって嬉しかったし、いっぱいポテトを食べられて良かったです。今日撮った撮影した商品は全部ピンクルテの方のウェブに載ってるので、皆さんチェックしてください。見てみてください。ワールドの外へ出ました。今から電車に帰ります。お疲れ様でした。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン。よろしく。